パームジュメイラドバイ6.5平方キロメートル人口島とは、周囲が水で囲まれた陸地であり、天然の陸地でなく、人工的に作られた島のこと。パームアイランド、ポートアイランドなどがある。ポートアイランド神戸市中央区、8.33平方キロメートル、完成当時世界最大主な建設手法としては、などがある。土地造成の一環であることが多いが、 大都市近郊においては廃棄物の高級的処分が主たる目的となっている場合もある。埋め立て構造による場合、設置位置の改定が深い位置になるほど、護岩築造及び埋め立てに要する建設費用が高騰するとともに、埋め立て後一定期間にわたって、厚密現象による地盤沈下、地震発生時の液状化現象が発生する可能性が高いことから、 これらへの対策を検討する必要がある。日本で大規模なものでは、工業用地として1967年に埋め立て、完了した東京都大田区の平和島や昭和島、同じく1967年まで廃棄物処分場として埋め立てられていた東京都江東区の夢の島などがある。兵庫県神戸市のポートアイランドや六甲アイランド、福岡県福岡市の福岡アイランドシティは、 港湾設備だけではなく、住宅や公共施設の都市設備も整備し、会場都市として作られた。その他資源開発などの点では、小規模なものでは、石油、ガスの採掘プラットフォームや、橋脚などの土台も一種の人工島といえる。例えば、東京湾、アクアラインのために作られた、木更津人工島がある。関西国際空港10.68。 平方キロメートル推定に接していない島を浮島と呼び天然でも故障の一部に浮島が見られる。例えば秋田県鹿角市の作沢沼には水苔類からできた直径数メートルの浮島が見られる。地地過去には人の居住する巨大な浮島がある。浮島は人工島としても有望視されている。 1975年から翌年にかけて開催された沖縄国際海洋博覧会でメイン会場となった100メートル四方のアクアポリスはその一例である。このような巨大な二重構造物をメガフロートと呼ぶ。1995年には横須賀沖で1000メートル120メートルという最大規模のメガフロート実験が行われた。また現在世界各地で 不帯式洋上風力発電の試験が進められ、ロシアなどでは不帯原子力発電所が計画されている。騒音が問題となる国際空港の解決策として、大型航空機が着陸可能な人工島を造成することが試みられるようになり、第二次大戦後に海上に造成された人工島利用国際空港としてはイギリス資本により構築された。 香港国際空港などが知られており、香港のような地理的制約がある都市国家や中東において新規に空港を開設する場合は、会場に人工島を造成することが多くなっている。日本では1975年の長崎空港をはじめとして関西国際空港、大阪府泉佐野市の関西国際空港、2005年に 開催された愛知万博に合わせて開港した愛知県、床滑市沖の中部国際空港から国際線が移転、さらに福岡県北九州市沖の北九州空港が開港している。海上空港の利点としては住宅街への騒音問題が解在しやすい陸上の大規模空港と比べて国際線運航を行う大型航空機が24時間発着可能である点や、 事故発生時の二次災害リスク軽減などが知られている。世界最大の人工島は、フレボポルダー、フレボラント州にある970平方キロメートルの観客海洋法に関する国際連合条約では、島は自然に形成された陸地と定義されている。そのため、人工島は国際海洋法上、島とは見なされず、ローズ島共和国や南沙諸島海域における、 中華人民共和国の人工島建設のように造成した土地を領土と主張することは世界的に認められていない。沖合にある人工島は高級的な港湾工作物とはみなされず、領海の確定に影響を及ぼさない。沿岸国は自国の排他的経済水域あるいは大陸方内での人工島の設置、利用に関する排他的権利を持つ。ただし人工島は 島の地位を有せず、それ自体の了解を持たない。また、人工島の建設によって、了解、排他的経済水域、大陸法の境界確定に影響が及ぶことはない。公開においては、国際法によって認められる限りにおいて、すべての国が人工島を建設する権利を持つ。ありがとうございます。